ホワイトハウスホワイトハウスイーストウィングイーストウィングはアメリカ合衆国の官邸ホワイトハウスの東とイーストウィングはホワイトハウスコンプレックスの一部で2階構造で大統領の居住する行政棟の東にあるまたイーストウィングの来客入り口にはホワイトハウス映画館も設置され行政棟は中楼通路で接続されている 主に社交界の来客は通常イーストウィングから入館する。ホワイトハウスに訪れる訪問客はまず、ウェストウィングの基調ロビーを通り、大統領とファーストレディの肖像の掲げられた部屋に入る。訪問客は引き続き、中廊に沿って中庭を通り抜け、かつての来客玄関であったジャクリーン・ケネディ・ガーデンに行き着き、最終的に1階の居住区に入る。 当初トーマス・ジェファーソン大統領は中楼に続くテラスをホワイトハウスの東側と西側に設けたが、その時は実用的な構造物ではなかった。その後、アンドリュー・ジャクソン大統領在任中の1834年に東側テラスに鉄製の水道管を施設した。水道管は壁を通り部屋の中まで引き入れられ、蛇口を使って自由に利用することができた。 結局、水道水は水洗いのために使われたり、ほどなくしてテラスの地上部分に浴室が設置されたりした。さらにマーティン・バンビューレン大統領はこの浴室にシャワーを設置した。このようにして1866年に撤去されるまで、東のテラスはホワイトハウスの浴室として使用された。最初の小さなイーストウィングが建設されるのは、 セオドアルーズベルト大統領の任期中で、主に公式来客や社交客用の受け入れ玄関として出会った。このイーストウィングは、大きな公共団体難大物者,者や馬車や行政官、秘書などを伴って訪れる訪問客などの玄関口として、主に利用された。特徴としては、大きな所持品預かり所や来客のコート。 帽子などを預かるロッカールームが備えられていることだった。今日のイーストウィングは1942年の地下号の追加建設、大統領危機管理センターの設置がなされるとともに、セオドアル・ーズベルト大統領が作った洋服などを保管していた部屋は映画館に作り替えられた。後に郵便物や外遊時の荷物はイーストウィングに保管されることになった。 エレノアル・ーズベルト大統領夫人はホワイトハウス社会事業担当官を初めて採用した。ロザリン・カーター大統領夫人は1977年にイーストウィング最初の支出を設け、公式に大統領夫人の執務室とされた。現在、イーストウィングはファーストレディのスタッフ。 ホワイトハウス社会事業担当官の執務室、郵便物や荷物の預かり所、大勢の来客の玄関口として機能している。ありがとうございます。